これ大丈夫かなみたいな、もうこれ戻れるのかなとかすごい不安とかもあって、はい、宮崎県以外でもあんかけ焼きそば食べていただけたらと思って、はい、いいですね、ちょっとそれは考えてます。あとは自分の知り合いの方たちが協力してくれて時短中に予約してくれたりとか。ああ、なるほどですね。音楽と料理の二刀流で頑張っております。マメンツー君のミックスをお送りしたいと思います。